イーチャリティーチャンネル。はい、こんにちは、イーチャリティーの井上です。今日はですね、こちら、電動自転車のですね、ママチャリ2020年モデルでですね、コスパのね、いい車種は、どれなのかっていうのをですね、お話ししていきたいと思います。はい、で今はですね、コロナでね、緊急事態宣言中になるんですけども、いつかはですね、この緊急事態宣言も解けて、また外出して、通勤したりとか通学したりっていうのがですね、そのうちね、始まってくると思うんですけども、そうなった時にですね、電車通勤とかね、バス通勤とか、ちょっとね、人と密になるような公共交通機関を避けてですね、自転車でね、通勤しようかなって考える人もいるかと思いますので、で、一番ね、一般的な使いやすいママチャリの中からですね、コスパのね、いいモデルがどれかっていうのをお話ししていきたいと思います。はい、じゃあ早速ね、コスパのね、比較の方をやっていきたいと思うんですけども、まずですね、結論から言っておきますと、僕が思うのはですね、こちらのパナソニックのビビデラックス、これがですね、2020年のママチャリモデルで、バッテリーがね、16アンペアの、クラスであれば一番ね、コスパが高いモデルなんじゃないかなと思ってます。はい、でそのあたりのね、部分話していきたいと思うんですけども、パナソニックとヤマハとブリヂストンでですね、同じぐらいのね、サイズのバッテリーで比較していきたいんで、まずですね、こちらね、パナソニックのビビデラックス、16アンペアになります。で、ヤマハのね、同等の、バッテリーの車種でいくと、パスウィズのスーパーですね、でこちらがですね、 15.4 アンペアになります。で、ブリヂストンからはですね、フロンティアデラックスで、こちらがですね、実際のバッテリーの大きさは 9.9 なんですけども、回復充電の部分を考えると 14.3 アンペアっていうことになるので、ここがね、同等レベルの、車種になると思いますので、この3つをね、比較していきたいと思います。で、まずですね、車体のね、金額、すべてね、税抜きでお話しさせていただきますけども、まずこちらのね、 BBDX が、11万800円になります。で、ヤマハのね、パスウィズスーパー、こちらがですね、14万1000円になりますね。で、ブリヂストンフロンティア DX、 こちらが12万4800円となってます。価格はですね、先ほどね、僕がおすすめさせてもらってる BB デラックス、こちらがですね、ダントツで、安い金額になってます。はい、でちょっとね、走行距離、ボードによるね、走行距離で比較していきたいんですけども、ビビデラックスがですね、パワーモード59キロで、オートマチックモードが70キロで、エコモードが100キロとなってます。で、ヤマハの、パスウィズスーパーがですね、強モードで59キロで、スマートパワーモードで66キロで、オートエコモードプラスが100キロとなってます。で、フロンティアデラックスがですね、フロンティア DX がですね、パワーモードで54キロで、オートモードで90キロで、エコモードで130キロとなってます。で、これだけで見るとですね、フロンティア DX のですね、エコモードの130キロっていうのがね、すごい目立ってね、距離が長いような、数字になってるんですけども、電動自転車ね、こういうママチャリに乗られる方で、これ僕のね、印象かもしれないんですけども、エコモードで走る人ってどれぐらいいるのかなっていうふうに思ってます。で、僕がですね、電動自転車のママチャリに乗るときはですね、基本的にはオートモードかパワーモードでしか乗らないです。で、エコモードでね、運動のためにとか、考えてね、走られる方とか、バッテリーを長持ちさせるためにって思って、エコモード使ってる方も、もちろんね、いると思います。
いると思いますけども、まあ、どちらかっていうとですね、まあ、普通にママチャリに乗ってる人でしたら、あの逆にね、こう強モードしか使わないみたいなね、方の方がはるかに多いんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあそこら辺でね、比較すると、まあ、走行距離ってね、まあ、そんなにね、多分大きな差は出ないんじゃないかなというふうに、思ってます。で、逆にまあこのフロンティアのね、フロンティアデラックスで、こちらの場合はですね、まあ回復充電込みの、アンペア数になってますので、まあ、上り坂の場合はですね、まあ、変な話、こうずっとね、上りばっかりをこの3車種で上った場合はフロンティアデラックスが間違いなく一番弱いです。いや、もちろんね、そんな道ばっかり走るってことは、まあ、まずないんですけども、自動回復充電がね、できないと、バッテリーはですね、9アンペアぐらいのね、サイズしかないので、一番ね、バッテリー上り坂ばっかりで行くとフロンティアが一番距離が短くなります。はい。で、ヤマハのね、パスウィズスーパーなんですけども、こちらはですね、まあ、ヤマハの中でね、アシストレベルっていうので、まあ、こう星の数でですね、あのアシストの強さをね、表してるんですけども、まあ、子供の背のですね、モデルと同等の、パワーになってまして、ヤマハのね、電動自転車の中ではパワーがね、一番強いモデルになってます。まあ、ヤマハがパワーが強いとかね、まあ、ブリヂストンの方がパワーが強いとか、まあ、いろんなね、まあ、乗られる方によって、まあ、感じ方はそれぞれで、みんながですね、同じこと言わないと思うんですよね。で、というのも、まあ、そんなにね、変わらないです。で、この3つに乗ってね、まあ、普通にね、そこら辺にこうないようなね、激坂を登るっていうことは除いてね、普通にまあちょっとぐらい急な坂とかも考えてもですね、どの車種もまあ、パワーモードに入れてもらって、でギアをですね、1に入れてもらうと、まあ楽に登れると思います。まあ、立ちこぎする必要はですね、まあ、一切ないんじゃないかなというふうに、思うんですけども、まあ、それでもですね、まあ、細かいね、こう、まあ、パワーがね、それでもやっぱ強い方がいいとかっていう方はですね、まあ、それぞれ乗り比べてもらって、まあ、自分はこのメーカーが一番パワーが強いと思うっていうのをですね、選んでもらうのがね、いいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、乗り心地なんかもですね、まあ、好き嫌いとかね、まあ、個人差本当にあるので、あの人によってね、ヤマハがいい、ブリヂストンがいい、パナソニックがいいってね、意見は分かれてくると思いますので、まあ、どうしてもね、気になる方はですね、まあ、市場で乗り比べてもらえたらいいんじゃないかなというふうには思うんですけども、まあ、慣れたらね、正直どれでも一緒だと僕は思います。まあ、一緒とは言わないですけど、自転車ってね、本当に慣れる乗り物なので、まあ、自分で、買ってね、まあ、乗り慣れてくると、まあ、それが一番ね、乗りやすい車種っていう風になってくると、僕は思ってますので、まあ、同じね、26インチの、まあ、ママチャリモデルなんで、まあ、そんなにね、神経質になって乗り心地っていうのをですね、まあ、追求する必要もないのかなという風に僕は思ってます。で、むしろそれよりもですね、まあ、見た目の印象とかね、まあ、好きな色、まあ、メーカーのその発売の年とかによって車体のね、色っていうのは、変わってきます。まあ、もちろんシルバーとかね、黒とか白とかっていうのは、まあ、結構あるんですけども、まあ、それ以外にですね、まあ、いろいろね、あの明るい色なんかも、発売されてるんですけども、まあ、そういったね、この色が気に入ったからこれにしようとかね、まあ、このデザインが好きだからこれにしようっていう方が、なんかこう買った時のね、やっぱ満足感っていうか、まあ、そういうのはね、すごく高くなると思うので、まあ、そういった選び方でもですね、十分なのかなというふうに思います。で、まあ一昔前に比べるとですね、まあ、バッテリーね、16アンペアってもうめちゃくちゃね、昔から比べると大きいバッテリーになってまして、まあ、例えばね、まあ、近所でちょっと買い物に乗るとかっていう方でしたら、月にね、まあ、2、3回しか充電しないよとかっていう方も結構いると思うので、本当にですね、まあ、性能についてね、話をするとですね、まあ、どれを買ってもね、すごいね、満足がいく、仕上がりになってると思います。
はい、という中でですね、まあ、僕が思うですね、まあ、コスパ最強はですね、まあ、パナソニックのビビデラックスなんじゃないかなと思います。まあ、単純にね、まあ、バッテリーのサイズと、まあ、価格面で、お話しさせてもらってるんで、いやいやっていうね意見もあるかもしれないですけども、それぞれのねメーカーで、比較して、まあ、僕のねおすすめの、自転車の話をさせてもらいました。それでは最高の電動自転車ライフを。